こんにちは、こじこじです。今回は前回の動画で修理をしました約50年前のテクニクスのプリメインアンプのコンデンサーを全部交換します。ということで、こちらが前回動画で修理を行いました、ハードオフでジャンクで1620円で購入したテクニクスのステレオインテグレーテッドアンプリファイヤー SU-2300。 今回こちらのねコンデンサー全交換していきます。前回中身開封した時、コンデンサーパッと見でね液漏れとかしている感じはなく非常に綺麗だったんですけども、コンデンサーをね変えることによって音が変わるよということなので、コンデンサーのね交換を行っていきます。それではね早速分解行っていきます。分解なんですけども、アンプ本体両側にね1、2本、反対側にも1、2本ネジが止まっているので合計4本ネジを取り外します。左右のネジ合計4本外せましたら、上部の鉄板を取り外していきます。上部の鉄板後ろ側をね少し持ち上げて、こう後ろ側にねスライドする形となります。このような感じで鉄板を取り外すことができます。内部にアクセスできるようになりましたら、コンデンサーの容量と耐圧をチェックして、コンデンサーの数をね確認します。特にねこの辺ですかね、この辺音周りに使われていると思われるねコンデンサー密集しています。さらにこの辺電源用のコンデンサーで、まあ大容量のねコンデンサーだと思われるんですけども、サイズが違うとね下手すると刺さんなかったりするので、結構ねサイズ感も大事になってきます。ということで、こんな感じで必要なコンデンサーのリストができました。こんな感じの25個かな、コンデンサーを購入してきます。ということで、秋葉原に行ってコンデンサー購入してきました。今回2店舗でねコンデンサー購入したんですけども、容量と耐圧同じものを探すのにねなかなか手間取ってしまって、2店舗だけなんですけどもかなり時間がかかっちゃいました。まずコンデンサーの方は仙石の地下1階でね購入しました。ただ容量とね耐圧同じものを探してるうちに、一応ね音響用のコンデンサー買ったんですけども、メーカーが全くバラバラの種類になっちゃいました。ただ一応音響用ということでね、それなりに音質は期待できるんじゃないかなと思います。ただちょっとバラバラになっちゃったのがね、個人的に残念でなりません。で、容量の少ないコンデンサーに関しては、ラジオデパートの桜屋電機というね自作エフェクターだったりギターの中のねオレンジドロップなんかが売っているお店で、このねウィワのねコンデンサーを購入しました。で、容量の少ないコンデンサーって音にね直接関連するところに使われているので、フィルムコンデンサーだと音がいいよということでね、今回ちょっと音にはね定評のあるウィマーのねコンデンサーを買った感じとなります。それではね早速コンデンサーの交換を行っていきます。裏返すとねこんな感じになっていたりします。ここがね木造なんですよね、木造っていうのもおかしいな、木製なんですよね。ここに 1,2,3 本ネジがあるので、ネジを外していきます。こんな感じ。あー、やっぱり後ろ側も内部はね綺麗ですね。ただコンデンサーを交換するためにこうね後ろ向けたり前向けたりね、いろいろしながらねコンデンサー取っていかないといけない感じになります。それではまず電源用のね大きなコンデンサー2つから交換します。一応ねこの上向きがねマイナスとなっています。今回購入したコンデンサー同じ容量のものなんですけども、サイズがねだいぶ違うので、これ本当にくっつくのがねちょっと心配だったりします。今回ね電源用のコンデンサー大容量コンデンサーということでね、電気が溜まっていないかチェックをしておきます。はい、テスターの方全く動いてないので電気が溜まっていない感じ。こちらもはい、全くね電気が溜まっている様子はありません。安全にねコンデンサー取り外すことができます。前回だったかな、コンデンサー大容量の取り替える時に
こうマイナスドライバーでパチンってやってね、ショートさせてバーンってなっちゃったんですけども、それ危ないからやめた方がいいよみたいなコメントいただいたので、今回はちゃんとねテスターでチェックしてみました。それではハンダ取る際はね、あの直接ねしてもすぐには取れないので、ちょっとだけねこうハンダを持ってあげつつ、ハンダ吸い取り機なんかを使ってこんな感じでねこう取っていく感じですね。これがね地味に大変な作業だったりします。今回ねこちらのハンダをね取ったんですけども、かなりね綺麗に取れていますね。じゃあ続いてこのままズームでね、もう片一方の箇所も外していきます。少しハンダを盛りつつのハンダ吸い取り機でこんな感じで少しずつねハンダを取っていく感じになります。こんな感じでね大まかにハンダ取れたんですけども、ちょっとね取れてない箇所があるので、ハンダ吸い取り線で残りのねハンダ成分というかハンダをね取っていきます。コンデンサーをね全取り替えする動画撮るとね言ったのはいいんですけども、実はね作業自体ものすごくね地味でね、絵的にはかなり面白くないのでね、本当はねお蔵入りさせちゃおうかななんかもね思ったんですけども、まあちょっとね遠くなんかしながらねこうハンダを吸い取る様子なんかも紹介してね、なんとかね動画として面白い感じでやっていきたいと思います。はい、こちらもねかなり綺麗な感じで撮れました。もう完全なねプライベートな話なんですけども、前回のねコメント返信動画というか動画で親知らず抜いたよって動画出したと思うんですけども、実はねあの上の歯左右両方ともね親知らずが生えていて、しかもね虫歯になっていないと思ってたね親知らずも実はね虫歯になっていたということでね、はい、結局ね左右両方のね親知らずを抜くことになりました。で結局ね左右抜いたんですけども、特別ねあのやっぱりインターネットに書いてあったような痛みはなく、ごくごくね普通に抜けてかなりねラッキーでした。ということで、そんなこんな言ってるうちに電源周りのコンデンサー、はい、2箇所ねしっかりハンダが取り外せました。それでは表面にしましてコンデンサー取り外していきます。こんな感じでねしっかりと取り外せます。コンデンサーなんですけども、このような感じとなっていまして、2200mm マイクロファラットの 25V ということでね、これが電源用のコンデンサーみたいですね。ちょっとこっち硬いな、取れるかな。はい、こちらもねスルッとはいかなかったんですけども、ガチャッという感じでね取り外せました。同じ容量の2200マイクロファラットの 25V。 そして今回交換用に購入したのが2200マイクロファラットの 25V ということでね、同じ容量のコンデンサーを購入しました。それでは取り付けていきます。極性があるのでね、プラスとマイナスの方向間違えないようにつけてください。こうね帯がついてる方がマイナスって覚えると簡単かもしれません。あ、一応サイズ感は全然違うんですけども、しっかりとね入りました。それではコンデンサー取り付けていきます。まあ普通にねハンダ持ってつけていくだけです。
個人的な趣味で少しねハンダ多めに持っておきます。それではコンデンサー取り外していきます。耐圧が 50V の 0.33 マイクロファラットということでね、なかなか見つけるの苦労しました。今回ね替えのコンデンサーが 0.33 マイクロファラットのちょっとね耐圧 63V なんですけども、こちらを使用しようと思います。ということでね、この辺新しいコンデンサーに交換しました。この辺フィルムコンデンサー綺麗にはまってね、すごく嬉しいです。前提のね半分のコンデンサーの交換が終わって、残り半分なんですけども、半分もね同じことの繰り返しなので、ちょっとねここカットしたいと思います。ということでコンデンサー全交換完了しました。基本的に日コンのミューズというコンデンサー使ってるんですけども、ミューズにも種類が何種類かあって、色がねちょっとね違うんですよね。また部分的に東進工業だったりルビコンといったねコンデンサーも使用しているので、メーカー種類バラバラな状態になってしまったんですけども、基本的にね音響用のコンデンサーに交換することができました。で今回ね交換したコンデンサーこんな数でね合計26個でした。僕カウントした時25個だったんですけども、実はね一つ買い忘れていたんですけども、家にね予備があったので、なんとかねなんとか交換することできました。でコンデンサーもともとついていたのね、どこ製のコンデンサーなのかなと思ってよく調べてみたところ、こちらのねマーク旧松下電機のねコンデンサーということで、アンプに合わせたコンデンサー当時はね作っていたんじゃないかと思います。アンプの設計通りに作られたねコンデンサーだったのかと思うと、コンデンサー交換しちゃったのねもったいないのかなって感じもするんですけども、目に見えないだけでね容量抜けとかしていたりする可能性があるので、新しいコンデンサーになってねどれぐらい音が変わったのか最後にね聞き比べをしたいと思います。それでは通電と動作確認を行います。電源オン、ランプもしっかり光ってで、特にねアンプの中から異常な音とか聞こえないので多分ね大丈夫だと思います。それでは YouTube で流していいね BGM の方流します。再生、急に大音量出ると困るので音量落としています。まずバランスつまみのチェックを行います。バランスつまみしっかりと効いているようです。こちらのベースつまみ、以前よりね低音の効きがね変わった感じがします。低音強くするとねゴリゴリに低音が鳴って、低音低くするとねなんかスカスカの音になる感じですね。続いてトレーブル、トレブルのこちらのねつまみも高音をね低くするとズン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 いった少しねこもった感じの音になるんですけども、高音上げるとねシャカ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 といったねちょっと強い音にね変わったと思います。このベースとトレブルについては
フィルムコンデンサーを使っているのでね、だいぶ音色が変わりました。ということでコンデンサー交換無事に完了しました。最後までご視聴ありがとうございました。あの後1時間ぐらい個人的にねお気に入りのアルバムを聴いていたんですけども、コンデンサーを変える前はドンシャリ気味で雲がかかったようなねちょっともやっとした音だったのが、コンデンサーを変えた後が雲が晴れたようにねすっきりとした音で、ドンシャリ気味もねちょっとフラットな感じになって、中音域もしっかり聞こえる感じのね音になりました。コンデンサーを変えるだけでねこれだけ音が変わるアンプもね珍しいんじゃないかと思います。個人的にはコンデンサーをね交換して満足しています。この動画が面白かった参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらにね過去の動画があるので、まだ見ていない方はねぜひ見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。